これより採決に入ります。第177回国会参議院提出株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案及びこれに対する修正案について採決いたします。まず近藤陽介君ほか7名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本修正案は可決されました。次にただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本案は修正議決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました本案に対し近藤陽介君ほか5名から民主党無所属クラブ自民党自由民主党無所属の会公明党社会民主党市民連合国民新党日本新党失礼しました新党日本および立ち上がれ日本の6派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。委員長谷浩一君、ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表いたしましてその趣旨をご説明申し上げます。趣旨の説明は案文を朗読して返させていただきたいと存じます。株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたり先事項の実現に万全を期すべきである。1、本支援機構と各県の産業復興機構との住み分けに関し、各県の産業復興機構は各県が実情に応じて支援対象を決めており、その整理を尊重すること。また支援機構の債権括弧で利子債権及び信用証協会等の求償債権を含む括弧閉じの買取業務の対象は各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とし、各県の産業復興機構と相互補完しつつ支援の拡充を図ること。2、支援機構は被災した事業者の再生に資するよう各県の信用保証協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についてもその買取に努めること。3、信用保証協会等は支援機構による買取申し込み等の求めに応じるよう努めるとともに、当該対象事業者に対する新たな資金の貸し付けについて民間金融機関が自らの責任でも貸し付けを行う際には当該事業者への資金の供給が円滑に行われるよう、当該対象事業者の資金の借り入れにかかる債務の保証を行うよう努めること。4、支援機構は債権の買取並びに当該債権の管理及び処分括弧で債務の免除弁済の猶予等を含む括弧閉じにあたっては、被災した事業者の債務の負担を軽減しつつその再生を支援するという本法の目的を十分踏まえて行うこと。5、支援機構の本店所在地については本法の対象事業者が東日本大震災によって過大な債務を負っている事業者であり、その債務負担の軽減と事業の再生支援が早急に求められていることに鑑み、これら事業者にとって利便性の高い地域となるよう検討すること。6、債務政府保証枠を含む予算措置については支援機構の成立までに予備費の活用などにより責任を持って対応すること。以上であります。何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
起立多数。よったえ。起立多数です。はい。よったえ、法案に対する付帯決議を付することに決しました。この際、付帯決議をに対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。平野国務大臣。ただいまのご決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成 につきましては、委員長にご一任いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。